おはようございます。いつもお世話になっております。松島亮でございます。熱、ね、いはい。というわけで今日はお返事コーナー。えー、先日の動画についていたコメントのお返事していきます。えー、推しの番買って読み込まずにサブスクで回すってことしてるけど、これは意味あります少しでも推しにお金を落としたい。はい。えー、 結論から申しますと、これが一番お金になる曲の聴き方じゃないかなと思うんで、そのまま続けていってあげるのがいいかなって思います。で、理由を説明すると、まず CD って、えー、まあ、単価は高いですよね。えー、まあ、何曲か入りで何千円とか。まあ、2000円ぐらいが一番多いですかね。で、まあ、それで2000円ぐらいはまず課金できる。 だけど、え、一回払ったら、その CD っていうのは、もうそれ以上、えー、お金を渡すことはできない。えー、まとまったお金を渡すことはできるけど、一回しか渡すことできない。だから、この CD を何千回何万回再生しても、アーティストの儲けにはならない。だけど、サブスクっていうのは、まあ、1再生 0. 何円とかって言われてますけど、えー、アーティストの見入りは少ないけど、聞けば聞くほど、 一応お金が再生数に応じて収益が発生すると。だから CD を買ってサブスクで聞くっていうのが、え一番常に、えー、CD を聴き続けるよりもさらに えー、お金を渡すことができる方法だと思いますんで、えー、これは結構喜ばれるんじゃないですかまあ、ただ、なんかそのもしかして、えー、サブスクに配信してるバージョンと CD に収録されてるバージョンが、なんか違ったり、えー、曲の間の時間だったり、なんか、まあ、単純にね、中身がちょっと違ったりする場合もあるかもしれないから、一応 CD も聞いてみたらいいんじゃないですかね。で、CD は、 こう中にね、えー、ブックレットとか歌詞カードとか入ってたりするものもありますから、まあ、普段聞く分にはね、サブスクで聞くのがいいかなと思うけど、えー、CD をたまに再生してみるっていうのも、なんか、あの、箱に入っててパカって開けて、この、 円盤をパカッとって取って、こう、なんかに入れて、再生するっていうこと自体の面白みもあるから、たまには CD も再生してあげると。それはアーティストのためになるとかっていうよりも、自分の音楽鑑賞の体験として、え、こう、なんでしょう。サブスクだとね、全世界の誰でも共通に、え、どっか一箇所のクラウドに上がっている、え、どっか一箇所の、 なんか、空、空間に上がっているやつをこう、好き勝手に、こう、ネットをつなげて、通信して、誰でもそのデータを再生するっていう、まあ、便利な仕組みだけども、えー、同じ、みんなと同じデータを使ってるわけですよね。でも CD っていうのは、中身は確かにデジタルのデータのコピーが、複製が収録されてるんだけど、 えー、そのもの自体は世界に一つしかなくて、あなたの家にあるやつはあなたの家にしかないわけですよね。だからまあ、流れてくる音楽とかは一緒かもしんないけど、まあ、厳密に言えば再生環境によってまあ変わってくるわけで、えー、あなたの家の、あなたのまあラジカセなのかスピーカーなのかパソコンなのかわかりませんけど、それで再生する音っていうのはそこでしか聞けないし、えー、そのなんか、 ね、蓋の調子とか、こう中の紙の調子っていうのは、まあ古着とかね、まあ洋服とかみたいな感じで、世界に一つしかそれはないっていうのは結構こう体験として、経験として面白いかなと思うんで、まあちょっと話それちゃったけど、CD の良さっていうのはもうちょっとこうしがみがえがあるというか、ね、気がするんですよ。で、それがもっと言うと、レコード版だったら一個一個もう音も違ってきちゃうわけですよ。まあそれは、 もちろん収録されてるデータは複製なんだけど、レコード版っていうのは盤面そのものをこう再生する、ね、あの溝にこうギザギザがあって、それ、それをがなんかこう時期の記録になっていて、その溝を針がこうキーってね、ガラスとか引っ掻いた黒板とか引っかいた時にキーって言うような音があれを 大きくしてるだけなんで、例えば傷ついたり汚れついたりしたら万の音変わってくるわけですよ。まあそれはまあ劣化なんだけど、まあジーパンみたいな感じで、こう、当たり、当たりって言うんですか服の。その人の体の形に、こう、なん、なんか模様が変わってきたりとか、こう、色落ちがしてくる。まあジーパンとかでよくあると思うんですけど、レコードもそういう感じで、えー、音はもう盤によって違ってくるわけですよね。そういうのとか、で、さらに言えば中古のね、レコードとか。 これ、どこの誰が、何人今まで持ち主いたんだろうみたいなものっていうのは、絶対にデジタルとかバーチャルにはありえないことだから、そういうのも、なんか楽しむと、あの、コメント書いてくれた方の、どうしたら一番ね、推しにお金落とせますかっていう質問とちょっと逸れちゃうけど、そういった楽しみ方もあるから、なんか物を買うっていうこと自体とか、その物、物体、なんて言うんですか、その、マテリアル、 の面白さ。まあ、フィジカルの面白さっていうのは、なんか今後、なんかより、なんか自分の人生を豊かにしていくには、もう今、SNS とかサブスクが行き切ってる気がするんで、えー、もっとどうしたら楽しめるかなっていう時に、そういった方向性のものがヒントになるような気がするなっていう気がしました。だから、このコメントしてくれた方も、えー、CD ちゃんと買ってるっていうのが、なんか、 面白いなって思うし、それもね、お店屋さんで買って、いついつどこの店で買ったなーっていう思い出になったりとか、あとまあライブ会場でね、まあ物販やってて本人から買った。 いついつのライブ見た後にこれ買ったんだよなとかっていう思い出にやっぱねなるっていうのとやっぱ聞き放題だとその先日のね映画の損切りじゃないけどアルバム1枚丸々聞くっていうのってちょっとやっぱ思ってたのと違うなと思ったら別に途中で 止めたっていいし、最後まで聞かなくたっていいんだけど、やっぱ2000、3000払ってる CD だったら、もったいないから何回も聞こうとか、えー、思ったりとかして、こう、体験としての純度ってやっぱりお金払ってるものの方が、まあ、い、これは私は、あの、売り手側でもあるから、あの、こっちの都合もあると思うんだけど、やっぱ体験にね、お金払うっていうのは、なんか、いい気がするんだよね。無料で、 なんかもらっても記憶に残んないけど自分のお金買うってなったらやっぱり真剣に選んだりするだろうしそのお金を払うっていうことで、えー、そのお金がまあ誰かのね儲けになったり、えー、次の作品を作る糧になったりとかでまあ ね、税金が国に払われてとか、えー、いろんなこう、社会とのつながり、関わり合いを持つっていう意味では、やっぱりね、お金を払うっていうのは結構面白いことだと思うんですよね。うん。まあ、それは、私が、ね、 物を出した時に買ってほしいよっていう、まあニュアンスも多少含まれてしまってるような気もするけど、えー、私の出すもの以外にも、えー、皆さんぜひあの、買い物っていうね、あの、面白い行為、これはやったことない人は多分ほぼいないと思うんだけど、えーおもし、そういった、こう、物を買うっていう面白さっていうのはあると思うんですよね。だからなるべく、こう、 同じ一曲でも、えー、思い出があったり、そういった社会との関わりを持ったなっていう感覚があったりするっていうのが面白いからですね。あの、まだ CD 買ったことないよっていう人はぜひ CD も買ってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。えー、今日はね、なるべく8分超えようと思って頑張って喋りました。えー、よかったらまたコメントしてみてください。おいしたい